保坂寺は、海の国と品野国を結ぶ街道の一つ。別称に、川上寺。古代、中世前期の様相は不明であるが、江戸後期の地市、海の国史によれば、海国から他国に通じる旧筋の道の一つに数えられている。道筋は、甲府から北西に進み、茅ヶ岳南陸を通過し、小笠原から塩川沿いに甲草、帯を経て、新州峠を越え、 信濃国作軍川上座へ至る。穂坂寺は、作王館に先行する道で、穂坂の名称から、貝の国府と穂坂牧を結ぶ道であると考えられている。穂坂牧は、貝の産後牧の一つで、現在の稲崎市、茅ヶ岳南麓に所在していたと考えられている。古代には、貝の黒駒と呼ばれる名馬を朝廷に奉納していた。高城再起によれば、 戦国時代の天文12年9月9日には、武田春信の品の信仰において、武田勢は、品の小さ型軍長久保城の国衆、大井定高を攻めるため、仙塚まで出陣手より、穂坂寺を通過したと考えられている。武田勢は9月10日には若見子、12日には海の口、15日には宮の上、16日には崎山と進軍し、長久保城を攻めている。 稲崎市中田町中城には、武田勝頼の築城した、新府城が所在している。天正10年2月28日には、勝頼は、織田信長、徳川家康連合軍の武田良親公に際して、諏訪上原城を退去し、新府城に入り、3月3日には新府城を放棄し、甲府城下の一城、信立屋敷で休息し、軍内へ向けて、勝沼、電屋へ進んでいる。 勝頼は、この際にも、ホ坂寺を通過したと考えられている。現在の湯村温泉武田市の滅亡後、同年六ホサ坂寺沿いの城塞には、帯小屋、四宿城があり、天正神語の乱においては、御法情報が不尽した。帯小屋は、北都市須田町帯に所在し、和田の法課題にあたると考えられている。四宿城は、北都市須田町工具屋に所在し、 徳川方の記録に見られる、甲草小屋に相当すると推定されている。宿駅には、留置宿があり、留置からは南西に分岐し、志田村において、甲州街道に接続する街道が分岐する。年務省武田家主院城内市によれば、武田氏は、留置宿に対して、所役免除がなされている。この文書は、笹具社の後部正氏が、大井之助を名乗っていることから、 天正7年頃であると推定されている。また、織田信長近世移し、P244 平山、P244 平山、P244、古代の公益と、道、P83、古代の公益と、道、P83、古代の公益と、道、PP81 から82。ありがとうございます。